説明を聴取いたします高市総務大臣まず、本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能をご活用いただきつつ、行政監視、行政評価、および行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。それでは、本年5月20日の本委員会に対するご報告以降の半年間に公表した案件についてご説明申し上げます。 はじめに平成30年度政策評価等の実施状況、およびこれらの結果の政策への反映状況に関する報告につきましては、本年6月7日に国会に提出したものでございます。平成30年度においては、各府省で計2670件の政策評価が実施されており、その結果を踏まえた改善、見直しなど、政策への反映が行われています。次に 高度外国人材の受け入れに関する政策評価、および女性活躍の推進に関する政策評価につきましては、それぞれ関係省に意見を通知しました。また、近年の重要な勧告で改善の取り組みが遅れていると認められているものについて、取り組みの加速化、スピードアップを関係省に働きかけました。 その結果を総務省行政評価局レポートとして、本年11月14日に公表しました。以上、最近の公表案件の概要をご説明申し上げました。私は行政評価機能は、生活者の視点を政策に生かす重要なツールと考えており、総務省として引き続き行政の実態や課題を国民の皆様に明らかにし、 各府省に改善を強く働きかけてまいります。えー、また、総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。委員長、理事、委員の先生方におかれましては、よろしくご指導賜りますようお願い申し上げます。続いて詳細につきまして、行政評価局長から説明をさせまますす委員長長、はい、次に補足説説明明聴取いいたたしし行政評価局ます。 はじめに平成30年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告についてご説明いたします。お手元の資料の1ページから2ページをご覧ください。平成30年度において各府省で計2670件の政策評価が実施されており、その結果を踏まえ、税制改正要望、事業の採択、予算要求等が行われるなど、 政策評価結果を踏まえた政策の改善見直しが行われています。総務省としては、租税特別措置等、規制および公共事業の政策評価が適切に実施されているかを点検いたしました。資料3ページをご覧ください。本年6月に公表した高度外国人材の受け入れに関する政策評価につきましては、高度外国人材の就業、 定着を促進する観点から、国内の企業、外国人材、留学生に対してヒアリングを行い、実態や意見の把握などを行いました。その結果に基づき、さらなる高度外国人材の認定を図るための高度人材ポイント制の一層の周知、大学、大学院の留学生の効果的な就職支援の推進、外国人の 生活環境改善にかかる効果的な取り組みの収集、提供等による地方公共団体への支援などについて、関係省に意見を通知いたしました。資料4ページをご覧ください。本年7月に公表した女性活躍の推進に関する政策評価につきましては、女性活躍をさらに推進する観点から、民間事業主における女性活躍の推進に向けた取り組みの実施状況などを調査いたしました。 その結果に基づき、産業の特性や事業者が置かれたさまざまな状況に対応した支援を行うこと、本年5月に改正された女性活躍推進法の円滑な施行に向けて、中小企業による取り組みの着実な実施を図ることについて、厚生労働省に意見の通知をいたしました。また、総務省としては従来から評価監視などに際し、 勧告を行った場合には、その実施状況のフォローアップを行い、各府省の改善活動を促してきたところです。今般、近年の勧告でこれまでのフォローアップの時点では、生活者の視点から重要な取り組みが遅れていると認められるものについて、関係省に取り組みの加速化をしていただいたところです。資料5ページから6ページのとおり、その結果を総務省行政評価局レポートとして公表いたしました。具体的案件としては、 貸切バスの工事運賃の見直しについて及び木質バイオマス燃料の使用量データの活用についての二件でございますご説明は以上でございます本委員会のご審議に行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので何卒よろしくお願いいたします以上で説明の聴取は終わりました行政の活動状況に関する件について 質疑を行います。質疑のある方は、順次ご発言願います。島村